曽根さん、はい、ディフェンスのコツって何ですか。相手の間合いをどれだけ早く潰すか、はいはいはい、相手がやりたいようなドリブルのこの間合いにさせない、はい、実は俺間合いが広いから、はいはい、わざと遠めに取ってこうやって潰す。ああそういう感じなんですか。なるべくなんか自分の間合いなるほどなるほどに持っていくようにします。工場一回仕掛けてもろって、ここから遠かったら多分まだ来ないなと思ってるところで仕掛ける。おお。相手の前に入らないってことですね。皆さんサッカー少年たちはたくさん練習してください。どういうお前あれ。コナミ